はい、どうも、うずです、えー。今回の動画は、キャノンのヨス学園に行ってきた、そのお話をしたいんですけれども、えー、カメラの話です。で、今回の話はヨス学園というぐらいなので、キャノンの話を中心にさせていただきたいと思います。えー、私の動画を見てくださっている方の中には、キャノンじゃなくて、ソニーだったり、ニコンだったり、富士フィルム、オリンパス、ピアナソニック、えー、使ってらっしゃる方、あ、ペンタックス。 使ってらっしゃる方様々いるんですけれども、キャノンのカメラを使う、まあ一つのメリットとしては、キャノンは昔からそのベテランの写真家さんたちがたくさんいますので、そういった方々が定期的に講座を開いて、いろんな写真に関するお勉強とか集まりを開催してくれてるんですね。そういった中にね、さすがにね、パナソニックとかソニーのカメラ持って、あの僕たちこんなの使ってるんですけど、いろいろ教えてくださいっていうのもちょっと言いにくいので、この辺はちょっとキャノンのカメラ使ってる方のメリットなのかなというの。 ちょっと感じます。はい。で、今回私がお話を聞かせていただいたのは、工藤智道先生と言って、もう本当ベテランの方なんですけれども、私が15年以上前に一眼レフカメラハマった時に、デジタル一眼レフカメラハマった時に、雑誌の記事などでよくお見かけしていて、今でもね、雑誌なんかで記事書かれてらっしゃるんですけれども、すごく綺麗な風景撮られて、知っていた方だったので、ちょっと講座を受けてみたいと思い、行ってきました。オンラインで申し込んでね。で、先に、 先に結構私の動画は結果を言ってしまうんですが、え講座を受けてみてどうだったか、もう良かったです。良かったですよ。<laughs> 嘘っぽい言い方になっちゃうなえ。もちろん知らなかったこともたくさんありましたし、知ってても本当にそれで合ってるのかな、どうなのかなっていうのを、そのプロの写真家の先生に、これはこうだよって言っていただくと、まあ、やっぱり、ああ、やっぱそうなのかって思えたり、まあ、本当に正解か分からないけどね。その全体的な目で見たらね。 までも個人的には納得できる部分も多くて、まあ、まだ一回しかね、まだ一回しかお話聞いてないんですけど、良かったです。で、工藤先生の話も、もう声がすごい通っていて聞きやすかったですし、で、さすがベテランですから、時折冗談を交えながら、ちょっと笑いも起こしながら、 え、トークされてる姿などを見ると、プロだなって感じました。んおしゃべりのプロ写真、写真のプロ写真のプロなんですけど、おしゃべりも上手だなって感じました。で、今回はその講座の中身を、ちょっと YouTube でね、YouTube でお話しても大丈夫ですかって言ったら、いいよって言ってくださったので。で、そこにキャノンの方もいらっしゃったんですけれども、その方も、特にこの部屋を映さなきゃいいですよっていうことだったので、おしゃべりに関しては、え、了承を得ています。 なので、今回その講座で話されたことの一部、もう全部話せないからね、全部だと本当ほ2時間くらい話してくださったんで、その内容はさすがに話しきれませんので、自分が気になったポイントと話したいことを話させていただきます。で、今回の講座は紅葉撮影講座だったので、まあ、いつもね、私あの風景好きなので、まあ、風景の撮影に関してのお話ということも、ちょっと先にお伝えしておきます。ポートレート好きな方とかは、今回の話はちょっと違うかなっていうところがあるので、風景です。 えまず一つ、えー、気に入った風景、被写体があったら、ともかく何枚も何枚も撮ると。えー、これ、普段私もやってるんですけれども、やっぱり工藤先生の方も、そのあたりは、いい被写体っていうのを見つけたら、やっぱりそこでどのような状況変化が起こるかわからない。えー、特にブレ関係ですね、ブレ関係もやっぱりさせちゃいけないですし、えー、1枚、2枚、3枚撮った程度じゃ、実際それがちゃんと撮れてない可能性もある。 だから、何枚も同じ場所。気に入ったシーン、気に入った被写体は何枚も撮る。同じ構図でね、同じ設定で。ここは基本なんですけど、やっぱり重要かなと思います。で、その中で、例えば風景の中でも状況の変化。水辺に何か虫が止まったりして波紋が広がったり、そういった風景を映し出せるのはその時一瞬だけしかありませんし、あとは光の差し込み方で、光が綺麗に当たってくれる。まあ、光が消えちゃう。そういうシーンも風景やってる方はよく出くわすと思うんですが、 初心者の方はそういうのはあまり考えずに撮られると思うんですけれども何枚も何枚も同じような場所を撮ることによってそういった状況変化の楽しみっていうのも味わえるっていうのを気づかれると思いますあでそうそうそのブレに関してなんですけどもそのブレに関しては非常に先生あの強くおっしゃっていてともかく風景撮影に関してはブレはあっちゃいけないとその草木のね揺らめきとかそういうのはまた話別なんですけど撮影する側の手ブレですねこれに関しては絶対的に 防がなければならないという基本をおっしゃっていて、ま、例えば三脚に固定するのは、ま、これはもう必然で。で、その上でミラーアップっていうんですけど、ミラーレスカメラはね、問題ないんですが、一眼レフカメラってこの中にミラーが入ってるので、ミラーを上げて撮影する。ミラーの振動によるブレを防ぐためですで。で、Wi-Fi を使ってもいいと思いますし、リモートシャッターですね、こうケーブルで繋げて押せるやつを使いながらさらにセルフタイマーを設定されるそうです。で、そこまで徹底して、 ブレに関しては注意を払ってらっしゃるそうです。えー、あとはレンズにつける PL フィルター。PL フィルターももうほぼ必須でいいっていう考え方で撮影した方がいいよっていうのをおっしゃってました。で、PL フィルターの効果というのは、中級者の方、カメラ中級者の方はもうよくご存知だと思うんですけれども、光の反射を抑えてくれるので、水辺に映ってるその余分な反射とか、あとは空をクリアに綺麗に映し出してくれる青色。で、それ以外にも風景撮ってると森とか撮った時に、 葉っぱって光を強く反射してるので実際にはかなり色が飛びやすいんですねえそういったところも PL フィルターの効果を使って色を鮮やかなまま反射を抑えて撮影できるそれなので PL フィルターは基本的には付けっぱなしでいいぐらいだとおっしゃっておりましたえ私もそれは撮影しててよく思います PL フィルターがあってよかったなっていうところは本当に多いですで中には後でねレタッチソフトでその PL フィルターに近い効果を出せばいいんじゃないかとか白飛びしてるところは潰せばいいじゃんって いう方もいらっしゃるんですが、作業効率がやはり悪いですし、あとは、後から現像でちょっと手を加えると、色合いのバランスを調整するのは多分難しいと思うんですよ。結構めんどくさいです。ローデータで取ってきて、PL フィルター使ってなくてあ、水が反射しちゃってる。じゃあそこをどう消そうかってなると、ライトルームにしろ、TPP にしろ、ちょっとやりにくくなるので、フォトショップで本格的にいろいろ加工するんだったら時間かければね、まあ、それなりになるんだと思うんですけど、ほんと、めんどくさいので。 だったら PL フィルターくっつけて、それで撮影しちゃって、一発で綺麗に撮れちゃった方がいいなっていうのは、ま、なんとなく分かっていただけるんじゃないでしょうか。わ、分かるかな <laughs> そんな感じなんですよ。で、ここでもちょろっとちょっとしたポイント言ってくれてたんですけれどもえ、風景写真撮った時に雲とかが綺麗に出るじゃないですか。グラデーションとか陰影、影とか。で、そこが飛んじゃうのが一番ダメって言っていて、風景写真においては、撮った写真の暗いところ、黒つぶれっていうのはまだいいっていう。 黒つぶれはまだいいと言ってました。ただ、白が飛んじゃうのだけは避けてっていう。これはもうダメだと。確かに、雲の影ができるかとか、どういったグラデーションができるかっていうのは、撮ってて写真並べてみると、やっぱり写真全然見栄えが違うので、白飛びは気をつけようかなと改めて感じました。ただ、あえて飛ばす撮り方もありますよね。例えば、空が曇ってて、何の味気もない風景だったら、あの、花とか葉っぱを撮ってね、見上げて撮った時に、 あえて、すごい白くぶっ飛ばしてしまって、ハイキー撮影、ハイキー撮影っていうのかなハイキーにして、ちょっと幻想的な写真をするのも面白いですし。だからこういったところはちょっと応用編になるんでしょうねああ。あくまで基本の話で。基本は白飛びさせない。で、ここはキャノンの話ですね。またキャノンの話だからこそなんですけども、皆様ピクチャースタイルって使ってらっしゃいますかあー、う渦あれだろあのことだろっていう、知ってる方は知ってると思うんですが、 えー皆さん、風景撮るときは、えー、こちらですね、スタンダーとか風景、スタンダーとか風景にしてる方が多いんじゃないでしょうか。あ、俺、風景使ってるよ。風景でいつも撮ってるもん。っていう方は結構いらっしゃると思うんですが、えー、例えば、ここに、えー、ここ、ここね、見たらわかりますユーザー設定1に、オータムなんたらっていうモードを追加してるんですよ。ピクチャースタイル。キャノンの EOS のカメラって、ピクチャースタイルが最初から入ってるんですけれども、えー、追加でいろいろ入れることができるんですよ。で、今私がお見せした、 え、秋用の色合いにする。え、オータムなんたらっていうピクチャースタイル。え、これすると結構色変わるんです。ちょっと Mac の画面で見てみましょうか。はい、すいません。最近ちょっと秋の写真を EOS で撮ってなかったので、あの、彼岸花の写真でごめんなさい。あの、この写真をちょっとサンプルで使うんですけれども、え、今、こちらの設定、曇り。これちょっと太陽光にしようかな。はい、え、太陽光モードにさせていただいて、で、風景、ピクチャースタイルは風景にしてあります。 で、この風景の色をちょっと見ててくださいね。この色を先ほど設定かけたこのオータムなんたらにします。はい。ちょっとわかりました色の変化。ちょっと渋みが出ませんこの色え。さっきのちょっと淡く映ってた風景の絵が、ちょっと締まりのあるキリッとした色合いに変更されました。えもう一回風景に戻します。はい。ちょっと淡い感じで。 風景としては、この色が自然だと思うんですけれども、ちょっと秋の色合いってすると、ちょっとね、濃いめの色の方が雰囲気が出ると思うんですよ。で、出ると思うんですよ。<laughs> で、もう一回変えますよ。はい。こういった形で、ピクチャースタイル。あの、参照っていうところを押すと、このように、あの、追加の、えー、ピクチャースタイルが色々適用できますので、例えばこれ、トワイライト。変わったものにもできますから、トワイライト使います。はい。ちょっと色が不自然なね、不自然な色になりましたけれども、 えー、場所というか、写真によってはこの色が映えるというものになりますので、えー、こういったところをちょっといじってみると面白いっていうのが、えー、EOS のソフト、あとカメラでもできます。はい。これ面白いです。あ、で、ちょっとついでに行っちゃいましょう。ついでに行っちゃいましょう。えー、これ私、SIGMA のレンズで撮影してます。キャノンの EOS70D を使って。えー、それなので、本当はここにキャノンのレンズオプティマイザーっていう これね、デジタルレンズオプティマイザーっていう機能があるんですが、レンズデータが反映されないときに利用できないんですよ。で、本当はここでキャノンの純正レンズ使ってると、レンズの補正などが行える、色修差とかね、そういった補正ができるレンズオプティマイザーが使えるということになります。で、この大変便利なピクチャースタイルの追加なんですけれども、カメラに新しく入れたりしたいときに、キャノンのホームページからダウンロードができます。 えー、キャノンのホームページのところで個人のお客様ですね、ここの中にカメラレンズ、えー、こちら進んでいただいて、あ、ここ進まなくてもよかったのかなえー、検索のところで例えば、えー、ピクチャースタイルと打ち込みます。そうするとピクチャースタイルに関しての記事が出てきますので、この中のキャノンピクチャースタイル、えー、ここでいいのかなここ、はい、ここ。えー、そうするとピクチャースタイルの概要という欄があって、えー、追加ダウンロード、ソフトウェアの追加、カメラの追加ってタブが分かれてますから、ここで順々にやっていけば、 そのままですね、いろいろ書いてありますので、ピクチャースタイルの追加ができます。はい。で、おすすめ、おすすめっていうのは別にないんですけど、ここに今ある分ですね、こういったピクチャースタイルを追加できますから、カメラに入れとくと、ユーザーの設定のところですね、入れとくと、ちょっと普段とは違った、それぞれのシーンに適切なピクチャースタイル設定を行えるというふうになっております。知らなかった人は、ぜひお試しいただけるとよろしいかなと思います。 で、先ほど画面の説明の時に喋っていたデジタルレンズオプティマイザー。え、キャノンのレンズの描写性能を最適化してくれる素晴らしい機能なんですけれども、え、ここちょっとポイントがありまして、え、キャノンの EOS カメラでそのデジタルレンズオプティマイザーをオンにして撮影するという方法も一つなんですが、ただこれって処理がすごく重たいらしいんですよ。データのね、その通信的なもので。なので、講座の中では、デジタルレンズオプティマイザーはあくまで写真を撮った後、 えー、ローで写真を撮った後、えー、キャノンの DPP の方で、後から修正かけた方がいいよっていうことを言ってらっしゃいました。ただし、ちょっと例外があります。何が例外かというと、あれですよ。あれ。えー、冊子の後ろでごめんなさい。えー、EOS-R。ここね、EOS-R はちょっと優位性があるそうです。最新の映像エンジンに積んでいるので、そのあたりで、 デジタルレンズオプティマイザーをオンにしたまま撮影しても処理性能が上がっているおかげで快適に撮影できるそうなんですそれなので EOS-R ぜひ買ってくださいということを先生がおっしゃられてましたそれだけが、ね、EOS-R の決め手になるわけではないんですけれども確かに後々いろんな処理のことを考えると、まあ、最,新最新ですからね最新の EOS-R っていうのもいいなっていうのがちょっと感じられてしまったんですけれどもはいじゃあ話をさらに進めましょう えー、皆様、風景を撮るときに、カメラ三脚に固定しますよね。で、どういう風に撮ってますどういう風に撮ってますって動画でね投げかけといてね、答え聞けないって言うんだよね、こっちはね。<laughs> えーっとね、ね、ピント。ピント合わせます。で、ピント合わせた後に、あ、こあ単焦点レンズだった。えー、例えば、ズームレンズだったら、えー、ズームでちょっと画角をね、調整したり。で、もしかしたら、ちょっとこう、位置をずらすかもしれない。左右に。左右左右左右だけじゃないね。 上下とかもね、画角の位置をちょっとこう決めるのにカチャ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 いじりますよね。で、いざここで決まったってところで、改めて、まあ、ちょっとね、こう、リモート、リモートボタンかもしれないですけど、まあ、例えばこのままでいくと、ここでシャッターを押します。え、ピントと露出がまた変わってるわけなんですよね。最初に決めたその絵と比べて、ちょっと動かすことによって露出やピントが変わっちゃうから、これはよろしくないっていうことなんですよ。 じゃあどうするのかというと、よく言われる親指オートフォーカスえ。カメラの中でシャッターボタンをどのように設定しますか、何に使いますかっていうのをこう設定変えられる項目があるので、ここの中で初期の設定じゃなく速攻だけを選ぶ。ここね、速攻だけを選ぶにしておくと、よいしょ、これで OK ですね。えシャッターボタンを半押ししてももうピントは変わらないです。最初に決めた通りのピントに合ったままです。で、親指のところにオートフォーカスのボタンがちゃんとキャノンついてるモデルが多いので、 え、そちらを押してあげる。はい。親指でピントを合わせる。ですので、シャッターボタンはあくまで速攻だけ行って、ピントの方は親指の方で調整するという形にすると、風景撮影やりやすいっていうことを教えていただきました。まあ、言ってみるとなるほどなっていうことが結構出てきますね。まあ、その影響で今 GH5 も同じような設定にして、ちょっとね、変な握り方になるんですけど、シャッターボタンは速攻だけっていう状態にしてあります。オートフォーカスは オートフォーカスはファンクションボタンに GH5 も割り当ててみました。ちょっとでもね、これ普段からそう使ってないと慣れが必要になると思うので、まあ、ちょっと僕もやってみようっていう方はえ、本番前に色々撮って試すといいかもしれないです。癖付けが必要になるかもしれないね。だからよく昔、こう価格 .com でこうカメラのね、レビューとか見てると、親指オートフォーカスが設定できないカメラなんてダメだにゃーみたいなおじいちゃんたちが、おじい、おじいちゃんっていうことでもないか。おじさまたちがあのコメント残してたのを見かけていて、 ああ、なるほど。こういうことだったんですね。っていうのが分かりました。はい。で、最後になるかなこの話が最後かな。この話は、ちょっとこう、受け取る側によっては、すごくね、どっちがいいっていうのは、すごい分かりやすい話なんですよ。ただ、その話の中で、まぁ、あ、ちょっと今回はこう思うよってところを話したいと思います。えー、今、スマートフォンが普及していて、誰でも綺麗な写真が撮りやすくなってます。これ邪魔だな。で、その中で、特に、 え、活用されているのはおそらく今のところインスタグラムが写真多いですよね。で、インスタの写真って、まあ、よく見かけると思うんですけど、綺麗な写真ってすごい鮮やかじゃないですか。森がギッギトギットに緑になってて、水がドロッドロに青になってて。<laughs> 言い方悪いな。なんて言うんだろう、すごいデジタルアート作品みたいな写真がめちゃくちゃ多いじゃないですか。 で、何も考えず見ると、ほんと綺麗なんですよ。すごい綺麗、そういった写真。なんですが、なんですが、なんですがえ、そのインスタの写真を否定するわけではないんですけれども、フォトコンテストとか、写真好きな方ってやっぱりフォトコンちょっと憧れるじゃないですか。もう出されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、えその時に、フォトコンに出す写真、風景写真に関しては、基本的には画像加工をあまりしない方が好まれると思います。 で、今回お話ししてくださった工藤先生も言ってたんですが撮った写真をちょっと強く色いじったりシャープネスいじったりするのはあんま好きじゃないんだよねって言ってらっしゃることよくわかりますなんかそのね色とか色々つけて見栄えはすごい良くなるんですけどなんか不自然さだけすごい目立ってくるようになっちゃってずっと見てるとまあ、かといってただ撮っただけの写真だとちょっとのっぺりして味気ない写真になるそこの兼ね合いバランスが みんなね、すごい悩むとこなんですよね。ただ一つ言えるのは、フォトコンとかで出す写真は、過剰な加工はしちゃダメだというのは。なんかよくわかりました、話聞いてて。で、特にそういうコンテストとかで写真を見られる方って、ベテランの写真家の方が非常に多いので、余計に、今時の写真は多分受け入れてもらえないんじゃないかなと。今時って言い方もおかしいけど、なんか色々加工しちゃうような写真は受け入れられないんじゃないかなと思います。で、若い方も加わってたとしてもコンテストに。 その若い方も基本的にはベテラン写真家からいろいろ学んでやってる方が多いので、見え方はおそらく一緒なんです。あまり味付けしない方がいい。というのをちょっと今回のお話の中でより感じました。ただ、デジタルアート部門、あとクリエイティブなんたらかな、そういった部門もありますので、えー、写真をガッチガチにいじり倒して、コンテストに応募したい方は、えー、そういった部門もちゃんとありますので、そちらの方を利用されるといいかと思います。 ただ本当に米美智子先生もそうですけど本当すごい写真家の方って色とかをそれほどいじってないのにすごい写真から力を感じるじゃないですかああいうのが本当すごいんだなって思うんですよねもうセンスセまあ工藤先生もセンスって言ってましたけどセンスとあとはそう天候に恵まれる運 <laughs> などなどがあっていい作品が作られるんだなっていうのをちょっとお話の中で自分なりに理解しました はい。え、以上で、今回の私の四須学園体験してきたお話を終わりにしたいと思います。え、ちょっとまた長くなっちゃったね、話がね。ただ行って本当にためになりましたし、え、定期的にこういった講座をやってらっしゃいますので、え、自分の好きな先生のとこに行くのもいいですし、え、自分がやりたいことに対しての講座を受けてもいいと思います。で、今回私が受けたのは、ほんと初歩的な紅葉写真に関する、紅葉撮影に関するお話だったんですけれども、まあ、それ以外に、え、写真を皆さんで持ち合って、 そう、この写真はここがあだよねどうだよねっていう、ちょっと写真セレクト術っていうのもこの後やられるそうなので、ちょっとそれも行きたいんですけどね、行きたいんですけどどう,どうしようかな。自分でね、いろんな写真いっぱい撮りますけど、一体どの写真使えばいいんだろうどの写真ピックアップしたらいいんだろうって、本当わからないじゃないですか。難しいですよねえ。そういったところもプロの写真家の先生からこういうポイントを押さえたらいいよっていうのを教えてくださるそうなので、えそういったものもやっております。 ちょっと宣伝しちゃったけどね。<laughs> 工藤先生宣伝しときましたよえ。時間とお金にちょっと余裕を持てる方いらっしゃいましたら、ぜひ、え、様子学園、チェックしてみて、受講されてはいかがでしょうか。あ,まあ、その前提としてキャノンフォトサークルっていうのに入んないといけないんですけどね。え、それも含めて、え、今回の動画で、え、写真が好きな方は、え、ご検討されてもいいかなと思います。はい、えー、今回はもうガッチガチの写真の話、カメラの話をやってしまったんですけれども、え、普段から、 カメラの話だけじゃなくてゲームの話、様々な動画を用意しているうず、e、のチャンネルになりますえ。もしお時間がありましたら他の動画もちょっとチェックしていただいて気に入ったらチャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。でも今回の e o 学園で先生の話聞いてて、最後の方ちょっと e o r の話、やっぱり出ちゃうんですよね。EOSR。どうなのっていう話。うん、ちょっと話聞いてるとやっぱり EOSR 使いたくなっちゃうよね。EOSR か